こんにちは。 84.1MHz FM サルース、 88.9MHz FM 品川、 FDK プレゼンツ備えるラジオ、番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて肩肘張らずに語ろうという番組です。さあ今日は12月25日、クリスマスですよね。クリスマス当日ということで、まあこのクリスマスツリーも今日がまあ見納めということですかね。今このタマプラーザのね、噴水広場ではツリーがあるんですけれども、さっきから可愛いちっちゃいサンタさんが走り回っていて、まあ、今日は一日皆さん、クリスマスを楽しめる日ということで、ね、今日子どもたちももうはしゃいでいる様子です。まあ、今年もあとわずかとなってきましたが、今日はね一日横浜もお天気いいですし、今空を見ると快晴の空となっていますので、お出かけにも最適です。さあ詳しい天気予報はこの後番組後半でもお伝えしていきます。さあこの番組は毎回テーマを設けて、そのテーマに合わせていろんな話をしていきます。備えるラジオは FM サルースの YouTube ライブでも同時に配信中です。 FM サルースのホームページトップ画面のところに表示もされていますので、ぜひそちらもアクセスしてください。また FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でもぜひお聞きください。メッセージの宛先は msg@fm-sarus.jp でお待ちしています。この番組は富士通電池でおなじみFDK の提供でお送りします。さあ今日はお二人のゲストをお招きしています。ジュディ&マリーのドラマーであり、一般社団法人音楽で日本を元気にしようぜのキャプテン五十嵐幸太さんと、そして山岸俊秀さんです。さあ今日はこのお忙しい中、しかもクリスマスにタマプラザまで来ていただきまして、はい、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。いや本当に、ね、ジュディ&マリーですよ皆さんもう私の青春時代のねもうあのもうジュディ&マリー一色だったっていう、まさかそのね、そんな五十嵐子さんが今日来てくださるなんて思ってなくてありがとうございますちょうど今ね今日は、はいはい、このねお話伺いながら、後ろで流れてる音楽はこれは、はい、これ散歩道でジュディアンドマリーの自分が作った楽曲です。ですよね、はい、いやもう私もあのイントロですぐ分かります。あもう大体ジュディアンドマリーの曲はイントロでは分かりますイントロクイズバーンみたいな、はい、ありがとうございます、はい、この散歩道は五十嵐幸太さんがまあ作られた。そうですね、はい、ね、そうです。いやもうこの曲はね、私あのスノーボードするんですけど、はい、もうスノーボード行くときにいつも聴いていた、20代の時に、本当にもうあの若返る元気になる曲ですその当時にヒュッと戻りますよね。そうなんですよ、こういう楽曲って不思議です ね、 ねえ。さあ今日はこの散歩道も聞きながら、はい、ね、五十嵐さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。でまずこの番組を聞いていただいている方々に向けてですね、はい、この一般社団法人音楽で日本を元気にしようぜのご紹介お願いしたいんですけども、はいはい、今年自分があの還暦を迎えたんですよ、はい、それで、改めて還暦を見直そうと思って、うん、いわゆるこうね、還暦というと今までだとおじいちゃんおばあちゃんなイメージがありますけれども、はい、実際自分がそうなってみたら全然そうでないなと、うんうん、もっともっと頑張んなきゃいけないし、はい、あのますますこうエネルギッシュに活動していこうっていうのがきっかけでですね、うん、あの去年から例えばノーレッドっていうバンドを作ったり、うん、あの音楽をこうどんどんそれで広めていこうっていうのもあったんですけれども、うん、この一般社団法人日本、うん、音楽で日本を元気にしようぜっていうのが、我々がこう音楽活動を結局、うん、まあ自分はミュージシャンですし、うん、その音楽でしかなんかこういうこう人を笑顔にしたりとかすることができないから、うん、それをより広く広めていって、今ちょっとくたびれてる日本を応援しようっていうことで、
この社団法人を立ち上げました、ね、はい、これいつから始まったんですか。活動自体はノーレッドっていうのが今年、うん、もう去年からですね、あのアラカンノーレッドっていうのは要するに還暦の赤を否定するっていう意味でのノーレッドなんですけれども、はい、あのそのバンドの活動は昨年から始めまして、うん、でもう昔からの知り合いで、うん、あのやっぱ同世代のアラカンのメンバーを集めて、うん、ライブをやったりとかですね、はい、していたんですけれども、はい、こういう形であのもうちょっと広く、うん、その活動を広めようという一般社団法人にしようって思ったのは、うん、あのまさに今年の10月ですね、はいはいはい、からです。はい、いやでその、まあ、活動の一環として実はね、あの11月1日、はい、渋谷でのハロウィンの後のねゴミ拾いをしましたね、はい、そうなんですよ、それに実は私も、はい、参加させていただいてあのゴミ拾い一緒にしたんですけれども、はい、まあ、そういったやっぱりこう皆さんにねいろいろできること、うん、まあ、ボランティアも始め、ね、うん、ね、だから今まではもちろんその音楽だ、うん、音楽が中心なんですけれども、はい、できる限りそのいろいろあの社会のお役に立てることを改めてこの年でやってみようかなっていう感じですね、はいはい、じゃあこの、まあ、今日あの山岸さんもね一緒に来ていただいてるんですけど、はい、この五十嵐さんと山岸さんはどういったご関係なんですか。もともとはですね、うん、自分がドラミングハイという、はい、あのみんなで打楽器を叩いて元気になったり、アンサンブルを作ろうっていう、はい、その打楽器のイベントをやってるんですけれども、おお、はい、それで、うん、渋谷のですね、うん、あの区役所の、区役所で、はい、認知症のイベントがありまして、はい、そこに参加したんですよ、うん、でその時にやっぱりその第一公社の山岸さんが、うん、やっぱり認知症にあの効果があるということで、そのカラオケの中の、うん、アイテムっていうんじゃないんですね紹介をね、していたんですけれども、その時にいろいろ話をしまして、はい、実際その認知症に効果があるっていうことが、うん、あの要するに認知症もやっぱ基本的に元気になると、はい、ね、うん、あの認知症のあの患者さんというかあの方ってみんななんとなくこう元気なくこうぼーっとしている感じがあるんですけど、例えばそれで歌を歌ったり、うん、あのそうやってダンボールドラムを一緒に叩いたりとかすると、うんうん、パーッとやっぱ気持ちが明るくなるじゃないですか、はいはい、でそれがもう如実にこう目に見えて、うん、あの元気になるのが分かった感じがその時しましたね、本当に。そうですね、はい、あ、そうなんですね、はい、そのやっぱりこうこうみんなを周りを元気にするっていうところに音楽がもうすごくやっぱり間違いなく効果があるっていうことが、はい、うん、まあ、実際もそういう活動もされて、そうですね、まあ、よりこれを広めていこうっていうところでいらっしゃるということで、はい、実際あの、はい、本当無音状態じゃなくて、うん、何か音楽自分の特に好きな音楽だったりとかがパッて流れた瞬間に、はい、例えば青春時代に戻ったりとか、はい、あとなんかちょっと華やかな気分になったりとか、はい、なんか時としてはこうジーンと涙が出てきたりとか、うん、そういうあのいい意味での涙がですね、うんうん、なんか音楽ってすごく影響があるものじゃないですか、うん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 、それを今まで別に自分は自然にただ好きで音楽をやってたんですけど、その音楽の効果っていうものをもう一回見直すいい機会だなと思いまして。なるほど、はい、分かりました。じゃあここでですね、はい、五十嵐さん、今日あの来ていただいてる方には、はい、もう一回あのリクエスト曲いただいてるんですけれども、はい、今日も一曲リクエスト曲お願いしたいなと思うんですが、はい、今あのその社団の活動の、一番メインとなってるんですけれども、はい、あのララのポッケという、うん、バイオリン&ボーカルのララと自分が2人で今ユニットを作ってまして、はい、でその、ララのポッケの、うん、虹の音という曲を聴いてほしいです、はいはい、じゃあ
さあ、ララのポッケ虹の音を聞いていただきました。はい、いや、これってあれですかね、あの作ったのコウタさん。はい、自分が作りました、うん、曲を、うん、で曲をこういう曲できたんだよって言って、うん、あのイメージを伝えたらば、うん、あのララがそれに対して詩を書いてくれたんですけれども、うん、サビの内容とかがすごくやっぱ応援ソングで、うんうん、あのすごくほんわっとしてるんですけども、うん、なんかあったかくなるような楽曲になりました。いや本当なんかね、あの心がね本当にさーっと明るくなるようなね、うメロディーと、でそしてなんかこう元気になるよね、うん、この歌詞とこう虹の音っていうのが、はい、本当にこのあの歌詞と音楽をこうそのまま表していますよね、うん、この題名が、ね、うん、虹をさーっと思い出すような、はい、はい、とてもね。この曲はどこで聴けますか？そうですね、うん、今ホームページでも聴けますし、はい、ライブを結構活動、うん、あの頻繁にしてますので、はい、ライブに来ていただけると、うん、あと YouTube とかでも出してます。はい、わかりました。じゃあそのあたりもね、はい、あの出たら番組でも紹介していきます。ぜひよろしくお願いします。はい、であとここからはね防災の話も聞いていきたいんですけれども、はい、あの防災の活動にも、まあ、力も、ね、入れているっていうことなんですが、はい、どういうことを、まあ、のされてるんですかね。あのもう早々に1月の17日ですね、はい、その阪神大震災の、はい、それをこう忘れないようにっていうその日のイベントがあるんですけれども、はい、そこであのララのポッケでライブをしたりとかします、うんうん、ね、はい、これがその場所がね、うん、日比谷公園の小音楽堂ということで、そうですね、屋外になる、屋外ですね、ね、はい、屋外イベントで、でなのでまあ参加自由ですし、うん、まあ、参加費も無料ということで、はい、そうですね、はい、もう野外ライブですね。はい、うん、寒いと思いますよ、ね、1.17 ね、まあ、でもやっぱりこの阪神淡路大震災、そうですね、今少しずつ忘れていってしまう、風化していってるところもあるので、うん、改めてやっぱりこの日を忘れないっていうことで、そうです ね、 ね、まあ、忘れていいことと忘れてはいけないことと、うん、やっぱり一つ一つ、ね、うん、思い起こして、うん、あのあそういうなんていうのかな、いつでも震災って来るんだっていう、ね、気持ちでちゃんとあの準備をしておくっていうのが大事ですよね、やっぱね、さあ、なんか、まあ、いろんなあの防災の、ね、まつわるいろんな活動っていうのもある中で、はい、あの地域の防災訓練のサポート的なこともなんか考えてらっしゃるんですか？ね、自分地元川崎なんですけれども、うん、はい、なかなかでもこうやって言ってても自分地、自分地が防災の準備が、はい、うん、できてないなっていうのは、そう、そうなんですよね、ありますよね、うん、ただ地元川崎なんですけれども、うん、ちょうど何年3年4年前ですか、うんうん、あの台風で水に浸った時があって、はい、あれをきっかけに本当に自分のいろんな考え方が変わりましたんで、うんうんうん、ああこうやって災害って突然来るんだなっていうのがあったので、うん、はい、本当これをこう意識するかしないかっていうのはものすごく大事なことですよね、うんうんうん、でやっぱりその防災地域からっていうところもあるんですけど、はい、まずは私自身、そうですね、私自身 の、 その防災に対する、はい、うんうん、知識、ね、あと準備っていうところもやっぱり底上げしていくっていうので、そうですね、それが、まあ、さっきのね、もう音楽を通じて、ね、はい、やっぱり地域の活動であったりとか人と人のつながりであったりとか、うん、そういうのにもねやっぱりどんどんやっぱり音楽ってそういう力ありますもんね。ありますね、うん、でそれをきっかけにだからイベントとかをやって、はい、そのうん、もちろん音楽を聴いてもらいたいんですけど、そういう、こう考える機会っていうのをいっぱい作っていきたいですよね、うんうん、はい、はい、でまずはまあまあ 1.17、うん、日比谷公園の小学堂で時間がまあ13時から、ね、はい、そうですね、ライブがあるということで、はい、一応その第2部もね、あのパネルディスカッションもやります、うん、あの一応私、うん、あの司会コーディネーターで入っておりまして、はい、でパネリストの方も、まあ、そうそうたる先生方たくさんいらっしゃってということで、はい、音楽も聴きながらちゃんと知識も得ることができるっていうのがこの 1.17 のイベント、ね、日比谷公園小学堂で13時からスタートですので、はい、ぜひ皆さんね来ていただければと思います、はい、まあ、この防災含めた社会課題に対してじゃあ音楽ってもどういう役割を果たせると思いますか？いや逆にそれは自分は音楽をとにかく
ね、奏でる方で、うん、それを聞いていろんな方がいろんな風に感じてもらいたいし、はい、元気になってもらいたいし、でこういう機会を作ってそこにやっぱ無音でなんかこういろいろディスカッションするだけでももちろん成立するんですけど、うん、なんかちょっと笑顔になる瞬間があったらいいなとか、うん、その思うんで、特にだから音楽ってそういうことなんじゃないかなと思うんですよね。なんか人をこう集めてつなげる役割があるんじゃないかなと思ってますので、うんはい、いや本当そうなんですよね、うん、なんかさっきのね、聞きました、うんね、ラルのポッケの虹の音でも、はいね、あの曲を聞くだけでやっぱり気持ちがね、うん、すごい明るい気持ちになりましたし、うんうんうん、やっぱりそれをみんなで共有できる、そうですね、ね、すごい力がやっぱり音楽の力を感じますね。あるんですね、うん、自分でずっとやってきて意識しなかったんですけど最近本当にそう思います、うんはい、でこの、まあ、今活動されている一般社団法人、はい、音楽で日本元気にしようぜ、これは情報はホームページがあります、はいはい、でもう一回言いますけど、はい、音楽で日本を元気にしようぜという、うんうん、言葉で検索していただけると五十嵐孝太ででも検索できますが、はい、そこのホームページで内容を見てください。でこの音楽で日本はカタカナです、はい、そうですね、音楽で日本はカタカナで音楽で日本を元気にしようぜが、正式名称になっています。キーワードですね。はいはい、それで検索してもらうと一発でバシッと出てきます。はい、出ます。でそこに、まあ、今後の活動とかも、はい、もうすごいスピードで上がってますよね。昨日のクリスマスのライブももうクリスマス今日だけ見れる動画が上がってます。はい、あでも今日限定クリスマスプレゼントですね。うん、そうですね、今日限定 の、ね、ライブ動画があるので、はい、それもぜひ見てもらいたいですよね。そうですね、うん、ご挨拶が、はい、いやそんなようなこういろんなイベントも合わせて、うん、で音楽活動も一緒に合わせて、はい、まあ、この音楽で日本を元気にしようぜのホームページを見るともうバッと皆さんね、そうスケジュールから何から全部上がってます。はい、はい、じゃあ今後、ね、まあ、防災ももちろんなんですけれども、はい、やっぱりまあ音楽を、まあ、軸にもう日本全部をもう元気にしていくっていう、うん、そうですね、もうどこでも行きますので呼んでください。すごいですよ、ジュディマリですよ皆さん。いやでも生演奏やっぱりねパワーありますもんね。そうですね、でやっぱ自分はドラムじゃないですか、はい、でドラムってなんかやっぱ、うん、こう人間の鼓動もそうですけど、うん、そういうこうエネルギーをこう伝える役割がすごくあると思うんですよね、リズムということで、はい、うんうん、はい、だからますますこう打ち出していきたいと思います、はい、いいリズムを、はい、ありがとうございます、はい、本日はジュディ&マリーのドラマーであり一般社団法人音楽で日本元気にしようぜのキャプテン五十嵐孝太さんとそして山岸俊秀さんに来ていただきました、はい、じゃあまたぜひ、ね、活動のお話などをお伺いしたいと思いますので、はい、ぜひまた来てください、はい、本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。もしも災害が発生して停電が発生してしまったときに乾電池を備蓄しておくと懐中電灯、ラジオ、乾電池式の携帯電話充電などさまざまな用途で役に立ちます。日本気象協会シル防災では災害時に5人家族が3日間過ごすために乾電池を50本備蓄することを勧めています。富士通アルカリ乾電池なら信頼の日本製で10年の長期保存期間を実現しているから備蓄用としても最適です。乾電池は普段から少し多めに備え使った分だけ新しく買い足し常に一定量を自宅に備蓄するローリングストックを心がけましょう。日本気象協会公式天気サイト天気 JP から今週のお天気をお伝えします。さあ今週はもう12月最後の1週間となりますね、関東地方年末年始例年通り晴れる日が多くなる予想です。そして昼間は暖かい日が多く年明けは気温が20度に迫る日もありそうです。
で初の日の出、ね、気になるところですが、関東地方では広く見れるところが多くなる予想となっています。最新の天気情報は、日本気象協会天気 JP アプリウェブサイト活用してくださいね。さあ今週のプレゼントです。今週は富士通アルカリ乾電池プレミアム S 炭酸8個パックを抽選で5名の方にプレゼントします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募ください。プレゼントアットマーク fm-sarus.jp、 メールの件名には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください。締め切りは1月7日メール到着分までです。たくさんのご応募お待ちしています。ここでメッセージ一つご紹介します。東京都品川区の男性の方です。木村さんこんにちは。いつも番組を楽しく拝聴しています。本格的な冬を迎えますが、お体にお気をつけてご自愛ください。今年も1年間お疲れ様でございましたということで、嬉しいメッセージありがとうございます。そうなんです、もう今日は、ね、最後になります。はい、ということで今年最後のね放送に、とっても嬉しいメッセージでした。ありがとうございます。さあ皆さんもね体調管理十分お気をつけくださいね。メッセージの宛先は msg@fm-sarus.jp でお待ちしています。ということで今日はですね、ジュディ&マリードラマーであり一般社団法人音楽で日本を元気にしようぜのキャプテン五十嵐浩太さんと、そして山岸俊秀さんにゲストに来ていただきました。本当に今日は玉プラザまで来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。また来年も、ね、はい、元気いっぱい音楽で、ね、はい、日本を元気にしていきましょう。いきましょう、はい、良いお年を。良いお年をですよね。さあ備えるラジオ年明け1月8日が次の放送となります。皆さん今年も1年間ありがとうございました。良いお年をお迎えください。この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしました。